はい、こんにちは、小山くまでーす。なんと今日は散歩をしていたらゴルフの看板を見かけたので遊びに来てみましょう。なんと室内練習場らしいので早速中に入って探検したいと思います。それじゃあレッツゴー。クマさん、じゃあ実際にサヤップゴルフフィットネスさんの中に入ってきました。なんと今日はこちらの1打席ゴルフの1打席ね、貸していただけるということなので実際にゴルフをやってみたいと思います。クマさん、ゴルフやったことある？じゃあ初挑戦ということで当たるかな。じゃあやってみよう。あー、クマさん、なんとゴルフ未経験ということで今日はお店の方が教えていただけるということで、じゃあすいません、じゃあ簡単にちょっと教えていただければと思います。ありがとうございます。見えるかな。クマさん、飛んでない、下見て。もうちょっと、もう一回やってみようか、もう一回。おーおお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 、やはりちょっとやり方が変わるんですか？そうですね、ちょっとクラブが長いので実際いっぱい飛ぶんですけど、これも打ち方はさっきと、はい、さっきと言ってて、クマさん大丈夫？じゃあ行ってみようか、クマさん。惜しい。クマさん、下飛んでないから。これなんかポイントはあるんですか？ポイントはそうですね、思いっきり振るっていう。クマさん、ポイントは思いっきり振る。じゃあやってみようか。ちょっと待ってね、球の位置ね、はい、おーおーおクマさん拍手いただいてます。なるほど、じゃああと1球ぐらい、すいません。クマさん、こっち来たよ。あ、お願いします。もう一回。おすごいじゃないですか、クマさん当たるもんですね。いや、クマさんいいね。どう、でもさっき2つアイアンとドライバー使ってみたけどどうだった？ドライバーの方がいい。いっぱい思いっきり飛ばせるから。あー、それ楽しいよね。いいね。なるほど。なんか他にも筋トレできる場所とかなんかスタジオがあるからちょっとそっちも見てみようか。じゃあ行ってみよう。おお。クマさん、なんとこちらは、打席以外にもトレーニングルームというかね、トレーニングの場所があってゴルフ以外にも筋トレなんかもできるそうです。あとね、今使っているんだけどスタジオもあるのでスタジオではね、ヨガとかやったりしてるみたいだね。すごいね、場所がね、いっぱいあってね。で、本当に今日来てる子たちみんなね、下は多分ね小学生から上は多分中学生ぐらいまでいるのかな。いろんなね、年齢の子たちがね、ちょうどこの時間はね子供たちの時間らしくてみんな頑張ってます。すごいね。ちょっとね、あとでちょっと練習してるとこもね撮らせてくれるっていうからちょっとそれも見てみようね。ちょっと行ってみようか、次。おお。
っちゃすごいな。すごいな、1年でこんなに上手くなるんだね。クマさん、なんと次は横のスタジオに遊びに来ていいよって言われたんで、大丈夫ですか大丈夫ですか、ちょっとお邪魔させてもらっても、お邪魔させてもらって、じゃあクマさんちょっと行ってみようか。でこちらはどういったことを、はい、こちらは30分の消毒プログラムがあるレッスンをやっています。あ、どういったレッスンになるんですか。ヨガがあったりとか、はい、なるほど、ありがとうございます。クマさんヨガ、いや、そういいね、はいはい、太陽の、太陽の、そう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 、よく知ってる、よく知ってる。上まで上がれる、クマさん上まで体を起こせる、はいはい、ゆっくりお願いします。はい、行くよ。はい、手を大きく広げて。はい、行くよ、ラジオ。なんか緊張するんですけど。じゃ、今度は手を腰に当てて。お、なんかちょっと偉そうだね、熊さん。ちょっと偉そうだよ、熊さん。いいよ。ねじれてるよ、クマさんねじれてるよ。いやー、ありがとう。クマさんどうだった、ちょっと痩せちゃった素晴らしい。じゃあね、本当にこの後レッスンの前だったのに、ね、じゃあ皆さんに最後にね、はい、皆様お時間届けてありがとうございました。じゃあ小山クマさん、今スタッフの方も来ていただいたので、こちらの施設の紹介をしてもらいたいと思います。じゃあどうぞ。左翼ゴルフの金子と申します。左翼ゴルフは、ジュニアスクールとか大人のゴルフレッスンのスクールとか、あと練習とか、体をこうストレッチしたりするスタジオとか、まあ、いろいろあるんですけども、皆さんぜひ来ていただけたらと思います。営業時間は平日は、朝10時から夜の10時半、土日は朝8時から夕方の、6時半までとなっております。連絡はホームページとか何か。そうですね、ホームページとか、まあ、電話でも全然大丈夫なので、ぜひご来館してみてください。はい、見学したいっていう時は、すぐ来ていただいて見学受け付けておりますので、はい、大丈夫です。わかりました。レッスンは曜日によってお子様だったり大人の方だったり、それはホームページを見ていただいて、はい、わかりました。クマさんもね、ぜひね、さっき、ね、ちょっとしか当たらなかったからねもしまた練習する機会があったらね、で気になる方は、概要欄に URL 貼っておきますので、ホームページアクセスしてみてください。じゃあすいません、ありがとうございます。じゃあクマさん、あとね、最後の恒例の、そこがあれだね、お店の名前が書いてあるから、そこに、じゃあクマさん行くよ。じゃあご唱和ください。かゆーん、パワー、ありがとうございます。いや、楽しかったね。次はどこを遊び行こっか。この動画が面白いと思ったら、チャンネル登録、グッドボタンよろしくね。それじゃあまたねー。